さあ来るぞ。来た。あ、アトラスってなってた。いやー、ほんとありがとうございます、アトラスさん。ああ、もうリロードでこれが見れるなんて最高ですね。はい、皆さんこんにちは。会社に新入社員が入ってきて、こう訴えられないように接し方を気をつけようと思っている達也です。いやね、何でもかんでもハラスメントとかね、言ってくるでしょ、 Z 世代って。怖いな。ということで、だいぶ偏見が入ってますけど、今日は7月4日で、もう満月もねだいぶ近づいているので、今日は結構ボス戦ぐらいまでいけるんじゃないかなと思ってますね、秋彦ね。あ、今日もまた、あ、考え事してるけどデスクトップのまま。なんでしょうか、こちらのセリフですよ。話をします。次の満月って七夕なんだね。正直どんな戦いになるか全く読めないけど、しっかり準備しといてね。備えあれば憂いなしだから。はい、準備しときます。秋彦と DVD とか見たことねえな、そういえば。まあ、ここの DVD デッキの使い方わかるか、たまにはここで見ようと思ってな。うん、わかんないの。むしろボクシングの名選手の紹介や過去の名勝負のダイジェストだが、プロの技術を見ておくことは実戦でも必ず役立つはずだ。まあ、それは本当にそうだと思う。勇気が磨かれる。よーし、一緒に見よう。よし。ジャブ一つ取っても、うん、やはりトップレベルは物が違う。明彦はなんかプロボクサーになりたいとか夢あったりすんのかな。そしてどの選手も強いのは間違いないが、ファイトスタイルは様々だな。お前はどういうタイプの選手が好みだ。いやー、やっぱさ、もう超ヘビー級の力と力みたいなやつ見たいよね。うん、あ、まあそうだ。あ、パンチ力。あ、ビッグマウスのやつも嫌いじゃねえな。嫌いじゃないんだよな、ビッグマウス。ビッグマウス。偉大なチャンプは偉大なパフォーマーでもある。うん、ああやって自分を追い込んでるんだよね。興行である以上、見るものを楽しませるのもプロの仕事の一つだ。ただ純粋に強さを求める者にはプロのリングは向かないかもな。ほう。こうして改めて見るとプロの試合に学ぶことは多いな。しかもここで見ればこの熱い気持ちを共有できるのがいい。時間があればまた付き合ってくれ。あ、あっさり終わった。勇気をもらった気がすると。これもじゃあ3本、てか3回一緒に見ればまた特性が解放されたりとかするってこと。しかし、うん、熱く戦う姿を見せられると俺もじっとしていられなくなる。あ、じっとしてください、もう遅い時間なんで。お前も俺の部屋でバッグでも叩くか。そういえばなんかあったっけ、ダンシングの時になんか秋彦の部屋見た気が、見たと思うけど、なんか置いてあった気がするな。自分の実況見直そう。7月5日。誰だ、小田切、とうとう小田切か、これ。さあ来い、誰。メールがいくつか届いている。あおー、うーん、なるほど。女性陣の誘いは基本断らないスタンスでやっているので、まあ、ちょっと待ってね。うん、ちょっと一旦無視。すごいな、休みの日に2人の女性から誘われるってな、羨ましすぎるだろう。昼間、今日は学校が休みだ。あ、そっか、お誘い、あーんと、ワイコからも来ている。直ネットは、あ、9万あるじゃん、見とくか。あ、今俺が歌うと思ったでしょ。歌いません。ジカネットでーす。ごめん、うっとうしくて。歌いたい時に歌うからね。うん、生放送でお送りする通販番組、買ったあなたは今日から勝ち組。やったー、勝ち組だー。何これ、ヤバチョコレート。うん、弊社の社員もよく食べてます。あー、お前んとこの社員やばいもんな。ヒューワンダホー、これになんとドクターインゼリー。うん、うん、まあまあ買うけどさ、なんかどうせ買うんだったら武器が良かったな、防具とかさ。ありがとう。はい、バ
飛ばしちゃった。おみっちゃんが休みの日に読書してる、なんか珍しい気がする、うん、遊びに行くのは結構だが、シャドウの出現が迫っている、疲れてとっくに差し支えるなんてことのないよう節度を保ってくれ。あ、はい。すげえ、なんか休みの日にすげえ真面目なこと言われた。いよいよ明後日だね、満月。どんな戦いになるかまだ全然読めないけど、準備はしっかりしておこうね。備えあれば憂いなし。あ、うん、聞いたな最近聞いたな、テレビ。あ、やった、フェザーマン R やってんじゃん。第20話結婚布団圧縮袋。うん、華麗な書。うん、なんだろ、あ、なんで俺がフェザーマン R 見てたのにさ、急に臨時ニュースになって入りやがって。下校中に行方不明になった小学生の児童が、ああ、はいはいはい、あれ、これ俺が助けたんだっけ。あ、違うわ、助けてないわ。これちょっと世間もね、騒がしくなってきているね。満月で早く敵を倒さないと。うん、もう毎週日曜日は君たちここいるんだね。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お元気ですか。皆さん結構神社に来るんですね。で、それは僕もですけど。うん、友達と遊ばないの、いないの友達。遊ぶ時もありますよ。でも今日はそういう気分じゃなくて、強がんなって。あー、それわかる。無性にのんびりしたい時ってあるよね。けどもう少しゆっくりしたら帰ります。宿題の途中で来ちゃったので。聞いたか、純平、こんな小さな子でも宿題をやっているとに、お前と来たら何も喋らない純平が意味ないじゃん。もうケンちゃんとゆかりっちだけでいいじゃん。純平も入ってこいよ。ということでデートに来ました。すみません、お待たせしてしまって。読み始めてしまうとやめられなくて、そのお金がかからなくてゆっくりできるところ、ここしか思いつきませんでしたし、まあ、他にもあるけどね、満喫なんかよりもね。うん、なんか、え、うちの俺の部屋来る誘い方が雑でも揃って黙って漫画を読むって、これじゃあ二人で会う意味ありませんよね。そんなことないよ。うん、結構楽しい。よかった。私自分だけ楽しんじゃったって思って。でも今度からここへは一人で来ます。一緒の時はお話ししたいですし。あ、よく見たらなんか、あ、頬が赤らんでる、かわいい。千尋は照れている。今日は少し千尋のことが分かった気がする。もうこんな時間、休日ってあっという間ですね。うん、あ、逆にお見送りしてしまった、お見送りさせてしまった。なんか千って言うと千早って言いたくなるよね。千尋だよね。他の女性の名前を言うなんて一番やっちゃいけないこと。ただいま。じゃあ今日はゆかりっちと過ごそっかな。次のシャドウってどんなやつなんだろう。やっぱ今までのより強くなってんのかな。あれ、料理、あ、そっか、ゆかりちも料理終わったんだっけ。あれ終わったっけ。あれ終わってないっけ。あれ記憶喪失ということでスタイルが良すぎる。もうなんか無駄な肉がなさすぎるだろう、うん、一緒に本でも読もうかな。ここの本ももうほとんど読み尽くしてしまったな。と、君も本を探しに来たのか。ここのは少し難解なものが多いぞ。学力磨きたい。みっちゃんとデートしたい。本はあるのか。よければいくつか。蔵書を持ってくるが。うん、読んでみたい。それならどんな本読むんだろう。あまり深く考えず目についた本を持ってきてしまったので。うん、すまない。君の好みを先に聞いておくべきだった。今更だが、君は普段どんな本を読むんだ。まあ主に漫画漫画かな。あと昔は結構小説とかも読んでましたけどね。あと雑誌、僕結構インテリアとか好きなんで、それ系の雑誌とかはよく立ち読みしてるな買え。うん、小説漫画専門書。みっちゃんって漫画とか読むのかな。漫画、漫画は正直あまり馴染みはないが、お、興味はある。え、進撃の巨人とか面白いよ。チェンソーマンとか。絵と文字を組み合わせる方法は、あ、うん、表現として実に理にかなっているな。うん、漫画だけどね。うん、漫画って言ってほしいな。なんか絵と文字をとか、そんな難しい話じゃなくて漫画って言ってほしいな。見識を広げるためにもイオリにでも頼んで借りてみるか。ちなみに私が持ってきたのは
電気や歴史書の類だ。楽しいそれ。内容は保証するよ。そこまで難解なものではない。あとは君の好みに合うといいんだな。なんか今の最後のいいな。ほう、もうそこまで進んだか。なかなかの集中力だ。え、なんかさっきのよくない、なんか話し終わった後にお互いこう下向いて本読み進める感じ。未知の世界を知り学力が磨かれた。デートもできて学力も磨かれて、今度はいつかデートもできるようになると。最高じゃん。こうして誰かと読みふけるのはいいものだな。ありがとう。いい息抜きになったよ。ではそろそろ部屋に戻ろうか。あー、優雅な時間。7月6日。あー、もうとうとうリミットあと1よっ。おっす、ついに明日だな。うん、何がアホな子何がって。おい、満月。こっちはすっげえそわそわしてるのに、ほんとマイペースだなお前。たまんねえんだよなこの空気。試合前の緊張感ってのザナタさんの気持ちがわかるな。あとお前はいつも通り漫画読んでカップ麺食べてるだけだからさ、変わんないだろ。放課後、今日の授業が終わったと。んじゃあマイコちゃん会いに来たよ。お兄ちゃん待ってたよ。マイコ、お話があるの、聞いてくれる？よし、すごすと。うん、あのね、家出したいって話だったよね。お兄ちゃん、今までありがとう。あー、マイコ、さよなら言わなきゃ。マイコ、今から家出するの？うん、一応聞くけど、どこに？当てはあるの？お父さんとお母さんには内緒だよ。バイバイ。あ、うん、あっさり。すごい晴れやかな表情で。ん？あ、来たなお前ら。ちょっとあなた。あ、うるせえうるせえ、正座しろ。うん、一人一人ビンタだ。ビンタビンタ。あ、一列に並んで歯食いしばれ。小学生くらいの女の子見なかった？見た見た。少しは落ち着きなさい。落ち着けですって？マイコに何かあったらどうするんですか？なんだと？大体お前が勉強ばかりさせるか。また喧嘩してる。あなたはいつもそう。全部私に。はい、もうビンタビンタ。はい、一人一人ビンタビンタ。俺が悪いっていうのか？目を離すからこんなことになるんだろう。それどころじゃない。お兄ちゃんというのは君だね。マイコから聞いたよ。あ、どうも、お兄ちゃんです。ピアノをサボって高校生のお兄さんと遊んでいると。なんかごめんなさい。なんですって？聞いてないわよそんなこと。まさかあなたが舞子に？見知らぬ女性はひどく興奮している。一度ビンタをしようか。うるさい、お前は少し黙ってろ。失礼した。私たちは舞子の親です。実は朝から舞子が見当たらないんだ。部屋に置き手紙があって、マイコ、こんな家出ていくと。そんなことをさ、自分の娘にさせてしまった原因をまず考えるべきなんじゃないの？こんなことする子じゃなかったのに。うん、する子じゃなかったのにね、君たちのせいでね。うん、親の責任だ。あんたなんかに何がわかるのよ。お、マイコ、どうしてこんなこと。なんかどの選択肢選んでもこの二人に嫌われるのは全く痛くないから、なんかひどいこと言えるな。親の責任だって。なあ君。はい。マイコの行く先に心当たりはないかね。頼む、教えてくれ。まあ多分まずお腹空いてると思うからオクトパシー行ってるんじゃないかな。うん、そう、たこ焼き屋かも。たこ焼き屋、あのたこ焼き屋か。よし、行こう。教えてしまった。あ、やっぱりいた。マイコ。ああ。お母さん。見つかっちゃったね。お父さん。兄ちゃん。なんかちょっと嬉しそう。マイコ、あの、その、マイコ。
無事ね。怪我は？どこも痛いとこない？あ、泣きそう。ああ、よかった。よかった。心配したのよ。どうしてこんなことするの？自分の胸に手を当てて聞いてみろ。そんなにママを困らせたいの？ちょっと、よしなさい。うん。うん、いっぱいいっぱいした離婚するって言うからマイコずっと心配した。離婚離婚しちゃいよもう涙腺がやばい。たこ焼きの屋の店主は手を止めろ。こんな修羅場、もう手を止めてそっとたこ焼きを差し出せ。これを食べて落ち着きなって。そうか、そのことでごめんな。マイコ、本当にごめん。帰ってゆっくり話そう。うん。君には迷惑をかけてしまって、なんと言ったらいいか。うん、ごめんね。ありがとう。うん。舞子は両親に心配されたことをとても喜んでいるようだ。舞子と仲が深まった気がした。あー、これでランクいくつだっけ。あ、まだ7か。8、9、10ってそんなあったっけ。バイバイ。うん、また神社で会おうね。舞子たちと別れて寮に帰ることにした。はあ、いい話だった。夜、カウンターの上に段ボールが置かれている。この前買った通販の商品が届いたようだ。ああ、あれか。よし。おかえり。ただいま。いよいよだな。もし俺らが負けたらさ、町中影人間だらけになっちまうんだろ。絶対勝たねえとな。し、あとでタルタロス言っとくか。もっと強くなっときてしさ。そうだ、シオン君、明日は万が一に備えて寮で待機してもらおうと思ってるの。だから準備とかするなら今日のうちに済ませておいてください。はーい。じゃあ、あ、いる。なんかさ、まあもちろん手売りギアはすごいありがたかったよ。戦闘服とかもさ、だからまあ俺らもこう HP 回復とかするわけだからさ、ちょっとお金くれよ。行くつき、満月の夜にシャドウが出現する。この仮説の真偽がいよいよ明日判明するわけだ。僕も研究者の端くれだからね。こういうのはドキドキしてたまらないよ。あ、そう、なんか言えよ、なんか面白いこと。ドキドキになんかかけてダジャレとか言ってくれよ。そうそう、もうすぐだな満月。まあ俺っちに任せとけって。パパッと片付けてやっからよ。やっべー、なんか興奮してきた。今日寝れっかな。うん、通常通りなんだよな、ゲームやってるし。そういえばそろそろ満月か。今から待ち遠しいな。どんなやつでも相手になってやるさ。おう、なんかテレビやってっかな。あ、うん、七夕ね。はいはい。今も前兆らしき反応を感じないな。やっぱり明日出現した時にキャッチする以外ないみたい。じゃあちょっと武器とか買いに行っとくか。よし、今日はシャガールで、今日というか昨日か、シャガールでバイトして終わりましたと。よっしゃー、当日だ。体調は万全ですか？うん、ダメかも。全然大丈夫じゃない。大変。じゃあ今日はまっすぐ寮に帰って少しでも休んでください。今晩大型シャドウ討伐の召集をかけることになると思うから。いや、いよいよだね。楽しみ。今日の授業が終わった。今日は満月、例の大型のシャドウが出るという日だ。そうだね、待機しよう。この月に1回の大型ボスの対決楽しみなんだよな。どうだ、反応あるか。待ってください、見つけました。市街地に大型のシャドウ反応。来た来た、本当に来た。ふんふん、ま
満月の件、どうやら確実と見ていいね。場所は岩戸台の、白川通り沿いのビルです。白川通りか。ここ数日、影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。なるほどね。二人一組、そういうことか。お、理解したみっちゃん。でしたっけ。私あの辺りあまり行かないもので。うん、そうだね。よく行きますって言われたらちょっと反応に困るもんね。聞いたことはあるけど。ああ、そうか、ホテルんとこか。だから二人一組なわけね。うん、こういう時に順平の空気の読めなさにちょっとたまに感謝したくなる時あるよな。風花も知ってんだろ、ホテル街だよ、ホテル街。ちょっと言いづらそうにしろや。かわいい、風花ちゃん。あんたね、デリカシー。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。やかましいわ。言ってみればそう。アミューズメントホテル。そうだね、大人のアミューズメントだよね。あれ、そうなんすか。なんか今回は嫌な予感する。うん、行くのやめよっかな。あ、そうだ、ユカリッチは特になんか嫌な予感。確かに的中するな、これ。またユカリッチ、意外なとこ子供なんだから。アキヒコもなんか喋ろ。ちょ、子供はどっちよ。オーケー、行こうぜ。負けん気の強さ。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。ユカリッチもこういうとこ子供だよな、可愛いけど。予約制なの。さあ、現場の指揮は誰がやるんですか。あ、はい。今まで同様、今回も君だ。はい。うん、わかった。それと、バックアップは今回から作戦時も山岸に頼む。はい、頑張ります。よし、なら前線に出るメンバーを決めてくれ。うん、人選は任せる。あー、楽しみだな。あ、そっかそっか。え、本当になんかお前本気で戦う気ある。すごいふざけた格好してるけど。アキヒコ、アキヒコ、え、何、なんか、え、仮装大会でもやるの今日。ゆかりちはも固定メンバーなわけね。まあみっちゃんは連れて行きたい。いくつか話してみるか。大丈夫、君たちならできる。気をつけて行ってきなさい。あ、うん、うん、よし。じゃあみっちゃんと、まあでも結局アキヒコは連れて浮かれるなよってお前が言うな。なんだその格好。一緒に行こう。じゃあこのメンツで行くかな。うん、はい。じゃあ順平はなんか一人で、うん、仮装大会でもしててください。はい、行こう。ではバックアップの準備をします。皆さん現場に向かってください。来たー。いかにもって感じですな。チャンプスでフレルル。下噛みそう。チャンプスでフレルル。巻き舌。いやー、なんかね、ペルソナ4をやった後に見るとまたなんか感慨深いものがあるね、このホテルも。シャンドフルールだ。意味は花畑か。あ、順平と一緒じゃん。脳内花畑だからな。間違いありません、反応はこのホテルの中です。リーダー、行くよ。はい、さっさと片付けてやるんだから。はい。リーダー、上の階から巨大な反応を確認。おそらくターゲットのものです。3階の広い部屋にいるようです。至急向かってください。 OK、 行こう。サービスタイム3905、あ、休憩も3990円。ない、まあまあ安いね結構。あ、うん、あ、行ってきます。あったあった、ここだね。その扉の向こうに大きな反応を感じます。準備はいいですか。大丈夫だ。わあ、いたいた。こいつがボス。何、結構まともじゃない。そうかな。だいぶ感覚もう麻痺してると思うけど。
後ろの女性なんかもうお胸がもう目の前のやつの顔ぐらいある。ニョキニョキなんか生えてるし。皆さん準備を、来ます。うん、よっしゃー。飽和タイプの大型シャドウです。何をしてくるか分かりません。警戒を。はい、まあでもこれ確かなんか勝てないよね。違ったっけ。オベロン。よし、あれ勝てんのかなこいつ。普通にちょっと忘れちゃったな。とりあえず頑張って倒してきます。ん、あ来た。恐怖状態。あの技は相手に恐怖心を植え付けるみたいです。恐怖にとらわれると身動きできなくなります。ブリサス回復してください。あ、はい。パトラジェム、あったまあこれしかないか。使うよ。あれ、ゆかりちメパトラ覚えてたっけ。メパトラうん、ない。パトラしかない。まあまあこれで回復してと。よし、じゃあまた倒してきます。この状況なら。よっしゃー、これで初めてオラクル発動。うわ、かっこよ。すっごい。あ、秋彦がまだ動けない。よし、あとちょっとだし、テウルギアまた使うか。いや、かっこいいよなこれ、ゆかりちのやつ。お、倒せちゃったりする。いけい。よっしゃー。かっこよ。今回張り切ってたからね、ゆかりっちがね。うん、あれなんか倒せた。あれなんか勝手に俺負けイベだと思ってたけど、鳳凰のタロットゲット。あれ、なんか忘れちゃったな。よし、レベルアップ。お疲れ様でした。うん、無事倒すことができましたね。うん、こちらで待ってますので帰還してください。帰還できるかな。よし、帰ろう。扉が開かないですよね。何か強い力で押さえつけられているようだ。そんな、どうして。まだその部屋にシャドウの反応があります。え、だって今さっきのシャドウとは別のものです。でも一体どこにいるの。これはこの部屋の中にいるんでしょ。探さないと。鏡だよね。鏡。あ、ほら、映らないんだよ鏡に人が。怖。あれ。うん、この鏡なんか変な気が。さあ来るぞ。来たー。あ、アトラスってなってた。いやー、ほんとありがとうございます、アトラスさん。ああ、もうリロードでこれが見れるなんて最高ですね。ああ、もう美しい。ああ。何やってんだよ。ここは頭の中がぼんやりしている。なぜここにいるのか思い出せない。うん、ということで、じゃあ今日はここまでにしとこっかな。なんかうっすら覚えてきたけど、なんかこの後さ、なんかすっげえ選択肢を何度もこう選ばされた気がするんだけど。いやー、面白いねー。面白いねー。なんか俺思ったんだけどさ、ペルソナ3リロードってもしかして面白いのでは。今更。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。